何？もう俺はもうこれしかない。ちょっと不完全なところだが。何やってんだあいつは。これが完全なる守りの部屋。守りの部屋だと？守りの部屋。ディフェンスルーム。黒曜石の部屋だ。強っ。なるほど、それは強い。あとは君ら頑張ってくれ。上でくそー、鎌の箱舟が限界を迎えつつある。じゃあなペント、僕は上に行くぜ。嘘だろ。みんな犬たぬき追って上行ってくれ。じゃあなペント、ゾンビは上に行くからな、こいつら。上行け上行け。うわ、めっちゃ犬たぬき追ってってるよ。いや、いいんだいいだ。あ、毒蜘蛛、毒蜘蛛関係ないやつにやられてる。ちょっと待って、毒食らうの やばい。ずれ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 。オッケーオッケーオッケー、僕の方に来てない、ペントの方に行ってる。やばい、まずい、やばい、残り2、残り2。あ、ペントが真上にいる。残り2。ペントやばいぞ。頑張ってくれペンティ。まずいんだペント。まずい、死ぬ。上から僕はマグマを垂らしたから、うまくそこにゾンビを誘導させるんだ。おい、おい、やばい、最低な作戦。俺のことを考えていない最低な作戦。やばい、どんどん狭まってきてる。もう少しでマグマが、あ、ペントやばいよ。これがお前らのやり方か。ちょっと待って。やめて、やばい、残り4、残り4。犬たぬきさんは無事なのかい。僕の全部ペント。あっ、ギャー、ペント死んだ。あ、待って待って待って、俺あれが来てる。サークル、サークルが迫ってるか園長。さあどうだ園長。なんでサークル、レッドストーン回路のとこじゃないの。あそこの真ん中、ど真ん中とは言ってない。おい、なるほどな。どうしよっかな。犬たぬきさん殺さなきゃダメなんだよな。さあ、なんかゾンビたちは謎の挙動を見せている。外の村人たちをなんか撲滅しようとしてるなあいつら。あ、そうだね、完全に2人を見てないね。なるほど、園長選手。なんかめっちゃ上で死んでる音がする。ゾンビが、ゾンビがね、ちょいちょい燃えてますね、マグマに当たって。おっと、犬たぬきの水とマグマのコンボで、どうだ、水で押し出されたゾンビが火を食らうというコンボですね、これ。おお、来てる来てる来てる。園長どこいるんだ。待って待って待って、ゾンビ水で上がってきてんの。お前やめて、やばい、まずい、見せた。お、ゾンビの持っているタヌキ、どこ行った、来たか。やばいやばい、タヌキ下に落ちた、タヌキ下に落ちた。カーニバルに食らってる、炎と水のカーニバル。あちゃ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 あ、作詞作曲を読んだってことか。犬の騎士も、やったー、タヌキ選手力尽きました。安全策ですね、やっぱり。これは完全無欠、完全防御。下が最強だったか。下最強だったな。これは装備関係ないじゃん、もう。そう、何も使ってないじゃん一応その装備。何も使ってない。ダメだな、今度は下とかも対策しないとダメだな。それではペントさんでドラえもんです。僕ドラえもん、のび太くん、宿題やったの？あー、のび太くん。ドラえもんの端末魔が。聞きたくなかったあれは。マグマダイブしたドラえもん。あんまり似てねえんだよな。あんまり似てない。